乾杯。乾杯。だいぶ先まで行かないとないっていう。でっかい。そこや、あったじゃん。やってる？はい、ということでちょっとね、今からですね、鬼ヶ城だっけの方に行ってまいりたいと思います。ここか、ここが、はい、もうね、ここ曲がったところっぽいので、ちょっとね、もう着いたのかな。なんかね、途中まで行って車を止めてそこから歩くみたいな、多分そんな感じだったと思うんで。あ、そうだね、 500m 先無料駐車場って書いてあるわ。また違う道に走る。今のトンネルを戻るような感じだね。おお、すごいね、ここ。上がる。基本なんかあれだよね、絶景コースだよね、これ。そうだね、混んでる。ほら、混んでる。まあちょっとね、これを並びながら行きたいと思います。伝説の海、なんとか。ローマの休日の手を入れるやつみたいな。そう、あれローマの休日なの。違ったっけ？クリちゃん、グッズ食べられちゃうんじゃないの？すごい。すごい、めっちゃ綺麗、海が。この辺行けばいいの？わかんない、そのまま下ってくるんじゃん。あ、これじゃないの、ルート。めちゃくちゃ歩きそうだね。じゃあ途中まで行って折り返す。9番ぐらい。状況を見てにしよっか。結構どれぐらいあるんだ。すごいね、綺麗だね。開けてる。すごいね、なんだここ。三重のソフトクリーム、大内山ソフトクリーム。どう？欲しい？うん、冷たすぎる。冷たすぎるね。はい、で今ですね、鬼ヶ城の方に行ってまいりました。でね、結構ね、やっぱ3連休ってこともあって混んでましたね。駐車場がね、結構パンパンで、ちょっと待たなきゃいけないような感じでした。でも中ね、行ってみたらそんなに人がたくさんいたような感じもしなかったんですけど、鬼ヶ城自体はすごいね、海が綺麗で見どころはすごいたくさんあるんですけど、あ、でもどうなんだろうな、小さい子もね、子供によると思うんですけど、積極的に行ける子だったら行けちゃうのかな。だってうーちゃんとかはね、あんまりね、ああいうの好きじゃないんで、そういう子だと細い階段を登っていかなきゃいけなかったりしてて、今日はね、ちょっとね、風がねかなり強かったんで、その影響もあって途中で断念。でもまあ途中まででもね、十分綺麗なとこだったので、それはそれで良かったです。なので今からちょっとね、少し走って、でもう少しね、上の方に今度登っていこうかなと思います。
お、綺麗。だからさ、多分ほら港があるじゃん。港って船が。これ旅行系だろう。はい、今ですね、ちょっと海岸沿いでね、場所がいいところがあったんで車を止めてちょっと海沿いの方見てみました。で、こっからはですね、ちょっと温泉の方に向かいたいんですけど、ガソリンがね、なくて、まあ、そろそろスタンド行かなきゃと思いながらも、なんとこの辺スタンドがないという。探したんですけど、だいぶ先まで行かないとないっていう、ちょっとまさかの事態で、ちょっとまずはね、ガソリンスタンド探していこうかなと思います。いや、結構細い道を通されながら、結局今高速乗ろうとしててもなんか足りないかも的な。途中のパーキングとかがね、なんか燃料入れるとかありゃいいんですけど、パッと見なさそうだったんで、これきついなっていう。そんで選んだ先がやってるのかなっていう不安になりながらも、そう、まあでも多分街にはここしかないから営業してるとは思うんだけどな。これはそこ曲がるのかな。なんかいろいろともう結構きついな。早く抜けたい。行けるか。そもそも、あ、そこや、あったじゃん。やってる？え、あ、一応やってそう。あ、よかったんじゃない？やってんじゃない？人はいるよ。やってる、よかった。多分ね。はい、今ですね、なんとかなんとかなんとかスタンドを見つけまして、やっててくれたおかげで燃料ね、入りました。可愛らしいおばあちゃんだ。なんかね、もうね、今にもね、今日閉めそうな雰囲気だったから、マジでやばかった。あの話を聞いたら、もうね、尾鷲まで行くのにこの道戻んなきゃいけないって言われて、あの細い道を戻るのかっていう、もうね、これしかないないみたいなんですよね。おばあちゃんが言うには、昔よりはだいぶ良くなったと。昔はなんかね、 もっと過酷だったらしい。そう、なのでちょっとね、もう一回頑張ってあの道に戻りたいと思います。これも細いけど、これも細いね。 3.3m。そう、マジで細い。ここはまだ、もうちょっとしたら来るね。そう、ここまだ2車線だからね。あ、まだね、こう安心して走れるんですけど、いや、そこマジでやだな。あ、こっからね、このマークが出たから、細いですよマーク。はい、これよし、行ける。いや、マジこれ Y 好きの世界なの。よし、行ける。いや、これで前から車来なきゃ OK。 前から車来たらマジでやべえ。下がってみましょう。ああ、だから誰も来ないでくれればいける。よし、ああ、よかったよかった。グレグレしたのがいいじゃん。ああ、こっからね、もうあの普通の道に戻るんで助かった。今回のね、教訓はね、スタンドを見つけたら半分切ったらもう入れる。割とね、入れる方なんですけど、ボンちゃんになってからやっぱね、持ちがいいっていうのがね、頭にあって、いけるいけるで言ってたんで、この今見えてる風景、こんな感じの中だったら、まあスタンドあるでしょっていうなんか雰囲気だったんですけど、ないというね。この辺もね、ちょっとね、あの僕の過信ではあります。なのでその辺はね、過信はしちゃいけないなっていうのが今回の教訓ですね。はい、今ですね、尾鷲市街地の方に向かっております。尾鷲の方で、温泉に入ったりとか、あと買い物もね、ちょっとここでしようかなと思ってます。まだね、今日どこに泊まるかとかまでは全然決めてないんですけど、なんかね、温泉もあんまりないのかな。で、この尾鷲っていうところは温泉とかがあるみたいだから、そう、入れる時に入ろうっていうような感じにしてて、だから食材買うのと温泉入れれば目的達成だから、食材に関してはもう、うん、売ってるかわからん、あ、やってるかわからん、あ、最悪なんかスーパーでいいんじゃない。はい、ということで、まずはですね、この尾鷲っていう町に今着きました。で、ここでね、ご飯とお風呂と、あとなんかお酒とかもし売ってれば買おうかなと思っております。あと300メートルぐらいで、うん、なんかそういうの売ってるらしいところに着く。今から行くのは尾鷲お魚おせせ、あれ、おそとやろっていうところに行く。そっから入るか。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後いい、食料なかったらマックだな、もうとりあえず行ってきます。ありがとう。よし、オッケー。とりあえずこのおとと、
意外と広いじゃん。広いね。意外と広い。ちょっともうちょい早く来るべきだった。えとこはね、早く来ないとなんで。でもね、すっげえ気になるお店があったんですよ、目の前に。主婦のお店。これはやばいでしょ。主婦の店って聞いたことないよね。あるね。あ、主婦の店って書いてある。だから書いてある。逆にちょっとこれ気になると思って来てみました。さあ、何があるかな、うっちゃん。このね、近くに、今ちょっと買い物してきたんですけども、なんかね、近くに支店があるみたいなんで、お酒買えるところに向かってます。だからだいぶ近いみたいです。ここからもう、あと 800m。で、ここ行って買ったら、そのまま向こうの来る。うん。あ、これが駐車場。あ、駄菓子屋さん？へぇー。駄菓子屋さん。あ、たった駐車場。商店的な感じかな。これ絶対うちゃん楽しいよ。駄菓子屋さんも入ってるって。駄菓子屋さんも入ってるって。お菓子だよ。とりあえず行ってこよう。こんな感じで。くーちゃんいっぱい買った？くーちゃんのベロですか？今ですね、法和生の方にある北村支店、まあ、駄菓子屋さんだね。主店駄菓子屋って書いてあったからね。でお酒はね、ちょっとね、購入するものはなかったんですけど、よくあるラインナップって感じだった。どちらかって言ったら駄菓子屋さん。うちゃんはめちゃめちゃ多分楽しかったと思う。うん、いらないいらないって言いながらカゴいっぱい買ったもん。あんだけ買っても600円。あれすごい島だね。海を見えた。うん、ここがこの大瀬って、だから結構ね、海港が港町だよ。でもすごいね、海がね、さっきからね、キラキラ。まずはですね、温泉のところまで向かいたいと思います。座れる？もう座れたじゃん。どう、ハンモック。はい、今ですね、温泉の方に行ってきました。温泉はね、そんなに大きくはなかったね。うん、ちっちゃかった。小さめなところけど、結構人気なとこで、ちょうど出たぐらいからパンパンになってきた。で、今からですね、さらにですね、北上してって三重の真ん中ら辺になるのかなぐらいまでね、路上に移動しちゃおうかなと思ってます。ということで、ちょっとね、まずはね、移動していきたいと思います。はい、無事にね、今ね、着いたんで。やめとく？はい、じゃ着いたんで、ちゃんと、いい？いいよ。ほよほよ。面白いもの見つけたね、さっきコンビニで。そう。面白いものっていうか。そうそう、今日ね、お酒がね、結局買えなくて、ビールを買いに行ったんですよ。そしたら、こんなものを見つけて。はい、これ、内割りレモンっていうね、僕らが好きなこの古今原動ですね。正式はレモンボール。自分で割るやつ、炭酸水で割るだけってやつなんですけど、っていうのを見つけて、あ、本当はね、三重の日本酒とかなんかそういうの買いたかったんですけど、今日買えなくて、で、どうしようと思ってビールを買いに行ったらこれを見つけた。幸いなことに、炭酸水だけはたくさんあったんです。ウィルキンソンが大量にあったんで、ボンちゃんね、氷がたくさん入る冷凍庫なんで、氷も一緒に買ってきて、それで割ると。そんな感じだよ。お、ついに出てきたスノピの。拭いてみます。これでもいいか。これでもいい。これしまっといて、うちわりでも。いいよ、ありがとう、うん。はい、今日もしっかり使ってます。ウーチャンネル全国制覇バッグ。まだね、色は濡れてない。まあまだね、たくさん濡れるとこもないしね。早く小林さんに怒られちゃう、怒られちゃうよ。何のためのやつや。ちなみに今回三重だから、多分この辺だと思う。これ和歌山だもんな。和歌山、三重か。違ってたの。じゃあ三重に行くんじゃない？三重だよ、三重。三重にいるの、うちの家。今、そう、くーちゃんたち今三重。皆さんこんにちは。三重県のうーちゃんです。あれでしょ、家から持ってきた鶏肉でしょ。腐っちゃうからね。で、今日はまずこれか。ちょっと一回そっち行っていいですか？じゃあライトだけつけていい？いいよ。バッテリー見よう。バッテリーの残りの残はこんな感じです。 99% 全然余裕です。無敵状態。シーテックが強いのかね。あ、シーテック強いんじゃない。なんか全然バッテリー減らないよね。減らない。未だに80を切った姿を見たことないの。ないね。この車が電力を使ってるのかっていうのもあるけどね。でもその冷蔵庫多分結構強い気がするんだよな。強い。っていうか今日さ、ここに買ったんだけどさ、見て見て、まだ全然余裕ある。ほら。
これ1キロぐらい入ってる。 1.1 キロまだ今買ってきたばっかり。全然余裕。全然余裕。もうすごいよね。なんかさ、やっぱさ、うちさ、カビゴンで使ってたからさ、カビゴンでの使い方をしようとするからさ、うん、ガラガラだよ。ガラガラ。二人とも見て、秘密基地。そうだ。よかったね、秘密基地できて。で、見たけど。オアセのポン酢。甘夏ポン酢。オアセのポン酢なの？って書いてある。オアセ特産って書いてある。じゃあそうかも。っていうね、オアセの感じを手に入れたの。ただ何に使うかっていうところだよね。お刺身にもいける、ね、いけるかな。うん。寝ててね。流しライト。神々しいって文句言うから入れてない。神々しい。文句言うから入れてないよ。めっちゃ神々しいな、マジでこれ。マオ、この方がやりやすい？そりゃね、手元見えるから。はい、ちょっとね、今日は神々しい流しライトを使用しております。こんな感じです。結構ね、絞ってます今。マジで明るくて白飛んじゃうんで、やっぱね、この手元ライトがついてるからママは使いやすいみたいな。見える、見やすい。暗いんだもん、それ以外は。センターのライトもついてないしさ。これも今消してます。これもね、かなり神々しいんで。白い神々しいライトみんな消してるね、いつもね。オレンジ色だけいつもつけてる、うん。そりゃそう、切れ味はスモーピーの包丁がいいよ。誰、100均やん。100均、100均と一緒にするんじゃねえ。ああ、でもやっぱ切れ味いいよね。物はいいよね、でもね。君たちトマトさ、まあ、食べないでしょ。あ、モッツァレラチーズがあれば食べたのに。買いません。めちゃん、どうしたの？ね？筋トレ中？筋トレ中なんですけど。なぜか腹筋をし始める、めちゃん。上がってるし。40%でしょ。うん。うち結構好きで買ってるよね、ニンニク。あ、これね、刻みニンニク。美味しいよね。美味しい。これで十分で。うん、いいって。便利。片栗粉。ドリンクホルダー。大体こういうところに使えて便利。こんなの割と入る。これ？うん、割と入る。味噌汁飲むのにシェラカップ入れるんだ。シェラカップ3から6に。いや、もともと4あるよ。あ、そうか。鹿番長1のスノピが3で、スノピを3増やしたから7個。そう。鹿番長のは、なんか、あれはなんか調理用で。そうそう、用として。赤いトマトちゃん。トマト。車の中で絡んで。跳ねるからね。なるべく跳ねないように。いかに車を汚さずに。頑張ってあげる。唐揚げっていうか、あれがでかい。ママが唐揚げ作ってる間にインスタントのエビ味噌汁を作りたいと思います。ちょっと今日はね、内部コンセントではなく普通に直付けでいきます。で、これでこれだと、まあ、こんな感じでね、普通のポタ電として使ってます。キャンピングカーの方に電気を通して 100V を使うっていういつもの方法ではなく、普通に直付けしてそのまま直で使ってます。まあ、こういうね、使い方を変えられるのもね、ポータブル電源のいいところかなと思います。早いね。早い。で、この後はですね、うーちゃんのご飯を電子レンジでチンするんで、それ OK。天然ぶり、これあれでしょ、尾鷲さんでしょ。うん、こちら尾鷲の天然ぶりとサワラ、サワラか、これも尾鷲だっけ、だった気がする、の お刺身を購入したので、これもね、一緒にいただこうと思います。うーちゃんのご飯はね、電子レンジでチンです。2分です収納子たち。レモンボン使いたいと思います。深夜のマドラ。マドラ。
よし、多分これでいけると思う。乾杯。乾杯。乾杯。甘くないね。うん。市販品よりね。うん、この唐揚げポン酢につけたらうまいことが分かった。ちょっと味薄めだから。うん。うまい。ふーちゃん美味しい？うん。今日なんかまともなご飯食べてなくない？朝ごはんだけだ。ごめんよ、うーちゃん。昼にあの食パン食べて美味しかったらしい。なかなかタイミングなくてさ、ご飯食べれなくてさ。思った以上にね、時間かかってんね、やっぱり。うん。移動が長かったしね。うん。今日は早く寝たいな。三重県広いんだよね。150キロも県内で走ると思わなかった。端から端なのかもしれないけど。うん、ブリうまいね。うーちゃんもさ、こういうお刺身食べれるから偉いなって思う。イエ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 イ。レトロプリン。ちっちゃいプリンお菓子です。じゃあ、うーちゃん。ちょっと固めなんだ。ママ、うーちゃん食べさせて。どう？硬いです、ちょっと。硬いの？味はどうですか？美味しいです。ちょっとだけね、硬いんです。しかも下あれついてんな、スポンジ。へぇー。私も。コンビニのやつでしょ？コンビニ。レモン堂のあの割るやつか、多分なくなるよね。なくなる。10杯分って書いてあったんだけど。まだこれぐらい入ってるから。あ、じゃあ3杯ぐらいいけるか、あと。2、3杯。じゃあ6杯分ぐらいだね。いや、でもこれはこれなんかさ、市販のやつ甘くなくて美味しいからね。これなんか全然甘くなくてちょうどいい。はい、ベッドでーす。全然手にはまりません。あれ、うーちゃんマッサージやんない？マッサージはこれで。あ、パパにやって。うん。やだよ。どうやった？パパにマッサージしてくれるの？うん。ありがとう、うーちゃん。みみちゃみにしよう。髪みちゃんにしよう。梅ちゃんの後ろが重たいよ。パパも直近で600キロぐらい走ってる。ボンちゃんの方が疲れてるよ。ボンちゃんはまだまだ余裕だよ。じゃあパパも余裕。全然どうぞ、うん、はい、終わり。車でも長いね、やっぱりこの座席の部分の足伸ばせるの。痛いの飛んでいて、すぐに治りますよ。グイッ、これだね。なんでおじぎしてる。おじぎしてる。二礼に拍手してから登ってるよ。なぜ。はい、登ってください。お願いかなえたから。二礼に拍手、綺麗してて。人形がたくさんある。うん、一つだっている。はい、じゃあ下置いて、二人とも。かわいい。ごめんごめん。じゃあ他に持ってて。これがでかすぎるんですよ。これがでかすぎる。奥な、そこ。ママの話。ここでいいじゃん。もう布団がふっかふかで、やっぱり早く寝たいから一人自分したいんだよね。はい、じゃあ寝るよ。うん、F 級じゃ炊かないで寝ちゃえ。もいいよ、もうこっちはぬくぬくだから。ふーちゃん、おやすみ。明日また会いましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。こちら先ほど買ってきたお酒。ゆだめがちゃんとしたラーメンだ。ゆだめ、そう。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。